こんにちは、小町です。十二星座の特徴解説、今日はヤギ座です。ヤギ座のテーマは私は使う、 I use という風になります。活動級といっていろいろ進めていく、活動的な星座でありながら土の星座ということでですね、 I use ですから、今までのね、今まで十二星座でね、いろいろ培ってきたストーリー、こういったものを使って何かやるというね、まあ、お羊座から乙女座までで一回このね完成というものをして、続く後半の3つの星座、天秤、サソリ、イテというところで人間関係とか世界っていうものについて学びました。そして今度はその子というもの、世界というものへの知識、そういったものを総動員させて、社会に役立てる、そういったものを利用して、社会に生かすというのがヤギ座のテーマになっています。キーワードとして、社会性、地位、伝統、国家、着実、堅実、一歩一歩、コツコツ、ステータス、計画通り、正当派、結果を出す、このような割と厳しめな言葉が並ぶ、保守的だったりねするのがヤギ座になっています。ヤギ座の性格としては幅広い教養を持ち、現実的、そして目標を立ててコツコツ積み上げこなしていくことが得意というふうにされています。努力家で計画的、保守的で地味で、華やかでこう自分がね目立つというよりはですね、周囲を引き立てて自分の人生をしっかりと充実させていくっていう方向に、幸せを感じるというね、とても堅実な、感じですね。で、例えばなんか問題が起こったとしても、その問題が起こるまでに実はこのヤギ座っていうのはちゃんと計画性を持って進んでいるので、責任っていうものをきちんと背負うっていうね気概もあるんですね。なんかすごい頼れる感じしますよね。なのでこの頼れる感じがとてもお父さんとかね、父とか年長者とか、男性の、年長者みたいなものに例えられることもあります。頼りになる、しっかりしている、自己表現は苦手なんですよね。防衛心が強いです。リスキーなことに対してとても警戒心というのがあるので、新しいこととかにボンボンこうねフランクにやっていくってことがないので、ちょっとね面白みがないっていう人だっていうふうに思われることもあります。慎重になりすぎてしまうっていうこともあります。ただやっぱ活動級ですので、ぐいぐい進めたり形にする力っていうのはすごいあるんですね。ただその進め方がよしやってみよう、これもやってみよう、あれもやってみようという進め方ではなくて、もう着実に一歩一歩進めていきますよっていうね、着実な活動ですよね。これがまあ土のサインっぽいのかなと思います。でまあヤギ座といえばね、この2020年がヤギ座木星期、そしてヤギ座にてね、木星と冥王星だったり、冥王星と土星だったりがこう重なって、とても、珍しい星の配置になるというのがこの2020年ですよね。そういったところでこの国の歴史だったり伝統っていうところ、そういうところがクローズアップされたりもするのかなというふうに、まあ、ちょうどオリンピックですのでね、そういうタイミングですので、2020年はそういうトピックが結構出てくるのかなというふうに思ってます。で、私は縄文ですので、縄文的なこの伝統というところでいくと、やっぱりね日本で一番根付いているのは北海道のアイヌというカルチャーになります。で、やっぱその伝統というところでアイヌの、方々の、カムイの実というね儀式に参加させていただいたりとか、実際に見てみてですね、私が感じたこのアイヌの感覚っていうのを、またそのアイヌの民族楽器のトンコリというのをねやられているオキさんというね、オキダブアイヌバンドというも素晴らしいかっこいいバンドの、方なんですけれども、彼にトンコリというものを弾いていただいて、その神々のね、このアイヌの神々カムイというものに対して、歌った曲があります。
これはですね、The Voices of Kamui というんですけれども、海外の方に日本のことを紹介するというね、カルチャーのサイトで取り上げられた映像があるので、ちょっと今日はそれを紹介したいなと思います。この地球の自然にいろんな神様が宿っているよということを英語で歌っています。In the tree, in the rivers, in the fire and water, even snow, they're talking, talking, talking to our soul. The voices of Kamui. それじゃあ聞いてください。小町で The Voices of Kamui。優しく包む全ての現象、幻想ではない尊い信仰、目に見えぬ彼方からの声を下ろす力を目覚めさせる、張り詰めた空気そこら中に漂うものの気配に注入、中心を保ち中心を意識、龍神が守る神聖な儀式、ここじゃ不要さ、本で見た知識、エゴや知識捨てない意識、四季折々の祈りの旅に積み重なり増してゆく深み、選ばれし者ではない、全ての民に神は語りかける The voices of Kamui。私たちの信仰している目には見えないもの、
やおよろず日本の心 In the trees, in the rivers, in the fire